セミナーという勉強会の方、皆さんよろしいですか。はい、お時間ですけど、はい、まず最初に、今日はいつもイベント等でお世話になってます茨城県中小企業団体中央会様の主催で、担当鹿島様のよろしくお願いします、主催で、この勉強会の方を始めさせていただきたいと思います。ご承知の通り10月から消費税率の引き上げ施行予定があります。本日はこの消費税軽減税率対策セミナーと称しまして、講師は社長の簿記学校侍塾塾長後藤光夫様に、お願いしたいと思います。後藤様は業界キャリア24年、1500名を超える簿記受験の指導実績があり、その合格者指導実績から日本商工会議所検定本部長の表敬訪問先に指定されるなど経歴をお持ちです。2004年にも社長の簿記学校侍塾を創業され、著者も多数執筆されております。早速ですが後藤様よろしくお願いいたします。先ほどもいろいろ難しい講習というか勉強会だったので、こちらの方もちょっと難しそうになりますので、噛み砕いて分かりやすくご説明願いたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、改めましてこんにちは。こんにちは。私が侍塾の後藤と申します。ちょっと外し